こんにちは、公認会計士税理士の山田真也です。今日はですね、持続化給付金申請してみた第2弾ということで、中小零細企業編と題してお届けしたいと思います。内容は今から実際にですね、ガチで申請してみますので、その実況配信をします。そして最後に注意点をまとめたいと思います。というわけで、今から申請頑張ります。それではですね、持続化給付金の申請の方をしてみたいと思います。まず持続化給付金で検索をして、ですね、受付はこちらですね。はい、見慣れないページが出てきました。まあ、これできた、できた。で、申請するですね。はい、仮登録入力画面ですね。で、今回は、会社の方をやります。法人番号を調べるということで、この法人番号サイトに出ましたね。検索出てきた。じゃあこちらですね、法人番号のをコピペしてマイページに戻って、番号を入れて自動入力、もっと出てきました。で、メールアドレスを入れましょう。で、事項を同意します。そうですね、登録、仮登録画面ですね。なのでメールが来てると思います。はい、ということでメールの方が来まして、そこをクリックしたらこちらのページに飛びました。ログイン ID パスワードの設定画面です。で、ログインは8文字以上で、1個以上の半角絵文字、大文字、小文字、いずれも可能ですということで、で、1個以上の数字というみたいですね。それではパスワード何にしようかな。なんか紙にメモっといた方がいいですよね、パスワードね。これパスワードかぶったらどうするのかな。はい、それでは、ログインありとパスワードを自分の任意のものですね。はい、それを作りました。これで登録したいと思います。あ、登録画面進みましたね。持続化給付金申請フォームです。で、先生ですね。これはまあ、先ほど前回やりましたんで、あれ、一回見ようかな。前回が個人事業主のバージョンやったんですけども、今回会社なので、その辺がね、ちょっと違うだけで、あとは一緒ですね、大体。はい、なので、ここちょっと若干省略させていただきます。暴力団じゃないよと。はい。で、基本入力情報ですね。で、書類送付先住所が同乗の場合ですね。住所コピーして。で、次ですね。業種ですね。で、分類一覧見ましょう。ここが、今回のがコンサルティング関係なんですよね。検索。経営コンサルタント業ですね。こちらですね。経営コンサルティング業は学術研究専門サービスで経営コンサルタント業っていうことで覚えとこう。学術研究専門サービス経営コンサルタント業、経営コンサルタント業、了解しました。で、マイページに戻って、学術研究、これですね。で、設立年月日ですね。ああ、なんだったっけな。設立年月日忘れてた。設立年月日は登記簿謄本とかに載ってますので、登記簿謄本をぜひ探していただければと思います。私もちょっと今から探します。はい。設立年月日の方を登記簿謄本から調べてまいりました。ああ、しまった。平成で調べてしまった。
平成17年は何年だ？平成17年は、2005年らしいですね。2005年。で、これスラッシュね。スラッシュを忘れないようにしてください。で、決算月がここは10月だったよね。で、資本金の額が300万円。ゼロ合ってるかな。3123。で、ここは、常時使用する従業員っていうのは、基本役員とかを含めないので、役員1人とか2人の会社であれば0人になります。で、ここで代表者役職とか氏名とか振り仮名とかをバーッと書いていきます。代表者の役職？代表取締役かな？はい、ということで書けましたので、次へ行きたいと思います。で、特例適用の選択ですね。で、まあ、直前の事業年度が完了してないよとかですね、そういうのでなければ、あと一般の方法ですね。はい。で、申請内容と株式信用者と法人名は一致している。法人名または代表者氏名と口座名義。まあ、会社名と銀行口座の番号が一緒だったら問題ないので一致してるでいいと思います。で、振上の算式ですね。で、ここの会社は小さい会社なので、年間事業収入ですね。これは去年の年間事業収入を書く感じですね。対象月の属する事業年の直前、要は2019年のうちの年度ってことですね。の年間事業収入なので、この会社は、で、対象月が4月。対象月は、未来月では入力しないでください。現在申請可能なのは1月か4月のみです。ということですね。で、対象月。これは、今ですね。2020年の話ですね。0です。はい、0。4月が0円でしたというところで、で、減少、売上減少の対象月の前年度、同じ去年の4月なんですけども、実はこの会社、去年の4月も売上がそもそも少なくて、まあ、結構季節によって変動がある会社なんですけども、実は、2020年ということで確定申告をしていますということで、これでどうなんでしょうね。信じてもらえるのかな、なんか。ちょっとね、不安になるぐらいの、額の少なさなんですけど、まあ、こう、実際、それで確定申告してるのが仕方がないという感じですね。で、これで B×12 で A 引いて、この額になってんのかな？まあ、これでいいや。で、一応、まあ、満額ということになります。で、あとは口座入力ですね。ゆうちょ銀行の方の場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号を入力してください。なので、ちょっと気をつけてくださいね。他の方の場合は、銀行は普通の書き方で結構です。じゃあ、ちょっと書いていきます。普通で。で、口座添付情報ですね。口座の添付情報なんで、通帳の表面と、通帳を開いた1ページ、2ページ目ですね。これも事前に準備したので、それを添付したいと思います。1ページ目、2ページ目。大丈夫だよな。はい、次へ押します。エラーが出た。口座名義は半角、カタカナ大文字、ああ、そういうことね。僕、漢字で書いちゃったのか。で、通帳の通信入添付書は添付したはずなんだけどな。要は2ページ目に書いてある、カタカナのところじゃないのかな。F8 を押して、なんか書く。大文字小文字、これ大丈夫なのかな？心配ですね。なんて書いてあったエラー。半角かな大文字、
半角かな大文字か。じゃあ、有限会社のシアっていうやつは、ちゃんと大きな矢を書かなきゃダメなのかもしれないですね。有限会社や。これで大丈夫かしら。で、もう一回講座情報は添付、もう一回添付し直しですね。さあ、これでいけるでしょうか。次へ。お、添付処理。あ、ここに行きましたね。アップから、アップロード可能なファイル、写真、スキャナーの画像は PDF のみです。画像または PDF のみですと。で、1ファイル10メガまでになりますと。というところで、確定申告別表1、外教書1、2。あ、外教書はそれぞれですね、別々のファイルですね。だから PDF3 枚つながってってんのじゃダメっぽいですね。はい。わかりました。法人事業概況説明書の方を1、2があるんですけれども、まあ、それを僕はセットで PDF 準備したので、今分割してきました。それで、じゃあ確定申告書からどんどん、添付していこうと思います。で、表1ですね。表紙のところですね。で、法人事業概況説明書の1、表面ですね。で、2が大事。売上のね、が書いてある。2が大事。で、2020年の対象月の売上台帳。で、売上減少の 対象月と同じ、売上台帳ってことで、まあ、今回は実は0だったので、0という台帳を添付いたします。もう多分それしか方法がないんですよね。で、行きましょう。確認画面行きましょう。申請後は修正を行うことができませんので、申請前に不備がないことを十分に確認してから申請してくださいということで、じゃあちょっと見て、先制事項はいいですね。基本情報で、設立年月日とか見て、特例で売上ですね。年間売上が215万で、4月で、対象月が0。で、売上減少の前年度が1270円。で、差し引き200。0かけてるからか。そっか、0の月があったら全額対象っていうことですね。で、給付予定額200円で、添付しましたと。はい。ということで、それでは、実際ですね、申請をしたいと思います。大丈夫かな？はい、申請。あ、この内容で申請しますよろしいですか？はい、OK。申請ありがとうございました。申請に不備がありった場合のみ、入力されたメールアドレスで連絡させていきます。申請番号が39万番台ですね。ということでした。まあ、トップページに戻っ、あ、ここでですね、申請情報をもう一回見ますね。申請情報がもう一回見ることができます。ということで、これもう一回見ようと思うと、ホームページに戻って、申請受け取りの、この申請内容の確認っていうところですね。これを押すともう一回見れます。で、ログアウトしても、これログインパスワードね、入れれば、はい、見ることができますんで、何か不安な方は、ただ、もう修正はできないです。何かあったらメールが来ます。で、何もない場合、今のところメール来ないです。申請したよってメール普通来るじゃないですか。これ来ないシステムなので、まあ、そこはですね、若干不安が残るところだとは思います。といったところで、この入力は、今回、とりあえずこれで完了ということで。あとは、結果を待ちたいと思います。はい。ということで、無事に申請はできました。結果の方は、この後、2週間後ぐらいにですね、入金があるか、もしくは、修正する場合はまたね、修正のメールが来ますので、それを待ちたいと思います。で、今回の注意点まとめますと、まずですね、ID、パスワード、こちらはもう必ず事前にメモっておいた方がいいと思います。そしてですね、設立年月日の入力がね、企業の場合はいるんですけども、こちら西暦でちゃんと準備しましょう。登記簿謄本ですとね、平成とか昭和でしか書いてないので、そこが要注意ですね。あと、口座名義、銀行の口座名義は、半角かなの大文字なので、外社とかは外しやというふうに書いてください。
そして添付画像はですね、あの1枚ごとバラバラにして、それで添付貼っていくということになっております。といったところでですね、このチャンネルでは経済、税金、投資、ビジネスの得する情報、そして勉強な情報をですね、常に配信しております。このですね、持続化給付金につきましても新しい情報が入り次第また、このチャンネルでお届けしますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあ、もしあとお気に召せば、高評価もよろしくお願いします。といったところでまたお会いいたしましょう。バイバーイ。